終わりました。月曜日終わりました。あー月曜日これ頭くるくる。あー我々は地球が分かりませんとかそういうノリです。はい、ということでビール飲んじゃいましょう。もう月曜日つれーとはじて、よし、じゃん。今日のおつまみはお寿司安かったのでお寿司買いました。今日ちょっとね電車走らないで帰ってきたから、今日ちょっと用事しなくちゃいけないことがあって、焼き鳥したらね安かった。やっぱタイミングだねこういうのはね。ということでこの焼き鳥をからしでとりあえず食べたいと思います。いいねー、たっぷしつけてねこれ。あーし、皮ぶしつけてね、こう、うわ、うん、なんか毎日のなんか波ってない、精神のこうさ、あ今日すげえいけるぞっていう時とかさ、すげえ勘ぐってる時とかさ、そういうない、なんか月曜日は、ね、結構ダメなんだよな、はまり込むっていうか、うわーって、あーなんで俺こんななんだって思っちゃうんだよ、なんか月曜日って乗り切るのに必死。一見普通に仕事をしてるように思えるんだけど、もうこのね思考のそのなんだろう、右往左往がすごいんで、右行ったり左行ったり上行ったり下行ったり、月曜日だから辛いんだよね俺。うん、何も解決しないことをずっと考えてんだよ俺。じゃあホタテはあんま食わないから、ホタテか俺ね好きじゃないもんから行くんだよね俺大体。ホタテから、あぶない、うん、よいしょ。いつも二階堂ばっかり飲んでるんだけど、好きだからいいんだよ。よいしょ。よいしょ。ああ。今、うまそう、すごい垂れてる。うめえな、しみるよ月曜日は。
月曜日うまさがしびれるよ、なんか。あー、俺もうダメなんじゃねえ。バッドトリップしてくるんだ。なんだ。なんでこんなバッドトリップしてるんだろう。月曜日って。なかなかね、ポジティブにならないんだよ。なんか。相当ネガティブ野郎だと思うな、多分。うん、多分相当なネガティブ野郎。ポジティブになろうと思ってるんだけど、ポジティブになろうと思ってるんだけど、なれない、なりきれない。ポーンっていかないっていうか、おーみたいな、いかないっていうところがあるんだよね。うん、なんかそれあるんだよ。ネガティブな川にいるというか、ネガティブな畑にいるというか、そういう感じのところにいて、ちょっと上に行ってポジティブになりたいなんだけど、なかなかなれない。楽天的になれないっていうか、楽天的って何みたいな。わかんねえみたいな、あるじゃん。うん。ない？じゃないんだ、多分。なんでこの二階堂好きになっちゃったんだろうね。すっげえ二階堂飲んでるよね。どこに住む予定ですか。都心ではやっぱ皇居の近く、もしくは自然の中、もしくは南国です。決まってます。それしかない。もう俺の生きる道はそれしかない。てるのかなとか悩むことないんだ。すっげえ俺悩むんだよな。もう俺終わりなのかなって、ここで朽ち果てるのかなって思う時あるんです。バッドトリップしてて、うん、彼女を幸せにしたい、でもこの状況じゃ幸せにできない、もっと上に行かないといけないって思うじゃん。そうすると俺は無理なんじゃないのかなって思っちゃうんだよな、なんかね。うん。じゃあどうするんだ俺。じゃあどうするんだってずっとね、一日戦ってる時がある。なんか。うん。一日戦ってる。2回行くか。いいか。月曜日はネガティブだなー、すっげえ。うん、それ乗り切るのは大変なんだよ、ほんとマジで。ポジティブになれ、ポジティブになれって、ファイト、ファイトって、ファイト、ファイトってなってる、一日中。頑張れ、頑張れって。でもね、夕方帰ってきて犬散歩してると、ワンちゃんと一緒に散歩してると、街を。ああ、いいなーって。なんか、ああ、生きててよかったーって思うんだよ、なんかね。うん、うちの B さんも楽しそうに散歩して、ワンちゃん友達になってお話しして、いいなーって。生きてるっていいなーって思った。うん、そうそう。でも、昼間すっげーネガティブなんだよ、なんか。勘ぐりっぱなしで、なんか、ずっと。
辛いよ。この寿司と、寿司うまいね。ということで、美味しかったです。1週間頑張ります。俺も頑張るからね。うん。ねえ。みさん。みさんじゃない。ということで。